イギリスの公共放送 BBC は旧ジャニーズ事務所でジャニー喜多川氏の他にスタッフ2人が性加害を行っていたと東山社長が明らかにしたと報じました BBC は28日去年放送されたジャニー喜多川氏の性加害問題を取り上げたドキュメンタリーの続編についての情報を公開しましたその中で、 性加害被害者の救済を行うスマイルアップの東山紀之社長がインタビュー取材に応じジャニー喜多川氏のほかに旧ジャニーズ事務所のスタッフ2人も性加害を行っていたことが社内調査の結果分かったと明らかにしたということです。東山社長は被害を申告ししたたた200人近くととと面会したということですまた ジャニー北川氏による性被害を告発後に死亡した男性の妻が取材に応じ、男性が被害を公表後、氏名や顔写真などがインターネット上にさらされ、誹謗中傷を受けたことなどを明かしたということです。